まあ、出し手と受け手の、意識のところですけども、あ、鈴木からロングボール、背後を取った黒川だ、左足のシュート、止めました、谷鈴木からロングボール1本、背後を抜け出した今日スタメン抜擢の黒川、左足で決定機を迎えましたが、ゴールキーパー日本代表谷です。